はい、ピースケです。パープラブリーやっていきたいと思います。ということで、ついにリストになりました、アンドロメダ学園とりあえず5周年デビュー大ガチャ、こちらをいきたいと思います。70連ですかね。はい、です。で、ついにアンドロメダ実装になりまして、3体ですね、ジャベリンとガジェット、そして左のロボットの女の子ロボになっちゃった、まあ、ちょっとシルエット一緒なので、もしかしたらもともとロボだったのかな、ナゴミ仕様になってしまったということで BJBK ですね。完全にナゴミやんっていう感じなんですけど、はい、アンドロメダの回のナゴミちゃん実装でございますって感じで、なんか左打ちになってた、左投げ左打ちになってたっていうのがあったんですけど、右投げ右打ちですってことらしいです。はい、で、選択ガチャ券あります、ありがとうございます。で、なんだっけ、総力上限ジャベリン、ガジェットが肩上限で感じですね。はい、初回30個で、PR 以上確定、どれかです。できるだけやっぱ3体欲しいですよね。2体くればあと選択権で選べるので、で SR1 枚確定、ここがバナー内確定の、ここがバナーのみ出現で PR1 枚出ますよっていう、ここをやっぱ引きたいですね。ここでもう3体出したっていう感じ。はい、でバナー内 SR1 枚で選択権出ます。最後がバナー関係ないけど PSR 出ますよって感じ、それ以降は PR って感じですね。小ガチャもありますって感じです。めっちゃピッチャーみたいなんですけど、ジャベリン、ガラシ1番やりと先手必殺、走塁打撃ですね。もうレイリー的な感じなのかな、うん、練習効果っぽい匂いがしますが、はい、走塁打撃の走力上限です。で、ガジェットめっちゃ車持っとる、パワーが半端ないんですよね。ハゲタカホームランボールです。チャンスボールの上位みたいな感じですね。内容わかんないですけど、あ、相手投手の動揺を誘い、へえ、嫉妬を投げさせる筋トクなんだ、面白い、強いっすね。普通にでもそんな筋トクが使えるということは筋力走ですね。はい、で肩上下、まあ沖野的な存在かな。はい、で DJBK、 なんて言ったらいいんだろう、この子なごみみたいな言い方があるのかな。で、この子が筋トクに、この水トク野手版古谷みたいな感じですね。はい、外野の肩キャラでございます、うん、よし、行きましょう。ということで、まずは30個いきたいと思います。レディゴー、虹お願いします。いやー、さっき帰ってきてもうね、3時ぐらいからずっとそわ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 してたんですけど、やっと弾けるということで、あざす、ガジェ、あ、ガジェ、ジャベで、前後が実装になったので書いてありますね。あ、あれだ、パワヒレザビ、衝撃、逆転、肩が強い、はい、R です。ジャベが走塁やべき内野、あ、もうあれですね、ほぼレイビーみたいな、なるほど、なるほどね。で、PSR ガチャ券を出す。めっちゃ PSR ガチャ券もらえるよね。2回目でございます。お、キラン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 、お願いします。キラーン。あー、惜しい。複数、複数で、じゃあ。ない、あれ。青の、青の、演出だけ豪華なだけだ。あれ、ガチャ間違えた？おい、ワンコ。アベパワー、威圧、窮地。あー、骸骨取れるんだ。それは強い。印象もない。あざ。で、今のところ、あんまりよろしくない。で、ここがバナナですね。お願いします。お願いします。お、キランキラン。キラン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 。にじ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 。あー、惜しい。あれだ。演出詐欺だ。さあ、おい、
からね、ピリ辛きましたよ。臨床後な肩上限得意練習練習効果30のテーブルじゃねこれ。あら臨床後な筋力もない基礎後な2つで普通にほぼ再起テーブルなんだから強っ。こういう感じこういう感じマジか、ほぼ再起やな。2人ともそれな可能性あるよね。2人に戻す。はい、次が、バナーのみ出現ということで、ここかなり大事ですね。よろしくお願いします。とりあえず1枚は SR 出てくれ。今んとこ確定以外出てないんで。うわっ、お、来たあるぞ、これはあるぞ。 ESR のさあどこ。お、あざっす、あざっす、あざっすと一緒だね、もしかして。いや、やる気だ、やる気の臨床ボナ、筋力ボナ、なるほど。あ、こっち試合経験点、あ、レイリー的なテーブルっすね、やっぱレイリーと一緒か、これ。こっちがレイリーテーブルの、あっちがサイズテーブルって感じ、すごいね。はい、であと DJB だけっすね。デビちゃんだけです。お出しください。はい、次がバナー内確定。ここで引いちゃいたいね。ロボコン来い。ちょっとあんまりたくさんは出てないけど確実に抜けてるから。お、いいですか。待て、はい、じゃあ次かな、お願いします。あー、誰アンドロメダで、色はアンドロメダなんだけど、ちょっと違った。あざす。はい、でここが選択権でございます。お選択です。ここで SR を抜きたいけど、どうした。あ、ダメだ。じゃあ PR をくれ。大きいのはもういらない、あんま出ない。あ、まあ、うん、オッケーオッケー。はい、で次がラスト PSR の PSR 券ももらえるという素晴らしいやつですね。よし、ちょっと 誰かバナー内確定じゃないから 30% 誰かお願いします。お願いします。 30% 誰、なんでひらめきや、残念。はい、ということでございました。 PSR 券もらいすぎな。はい、まあとりあえずこんな感じですね。PSR 運がね毎回ないんですよ。ってことでちょっと解放していきましょう。まあでも母体は確保できたっぽいので、うん、全然よしですね。よし、いくぞです。どうしよう。これで舞台だけ取って、まあここに選択権がいってって感じかな。PR ですね。 PR SR と、感じでいいかな。ガジェの PR 出てなくない？それはやばいね。ガジェの PR 出てないくさい。で、ちょっととりあえず確保しときたいので、DJB48 筋力骨位部アップ、
練習効果コリスです、コリスです、サナか、サナのロボ版みたいな。筋力ボナ、得意練習、得意練習、不思議なテーブル室、彼女ではない、彼女ではない感じ。なるほど、まあ、とりあえず解放していきましょう、まあ、無理にぶっ込む必要はないと思うんですけど、あ、でもいるね、せーの、常設だよね、この子だって。うわ出たよ、せーの、ダメだ、まあ無理でしょうね、多分ジャベだよね、強いの、いっぱい出てる、割とアール下げ3枚、ぬーって感じですね。うわうわ、渋めの渋めです、やばい。まあじゃあこのハゲさんだけかな、食らいつなれるな、 PR があればまあまあできるのかなって感じなんで、うん、もうちょっと欲しかったけど、まあでも一応使えるのか、37でこの人は印象ボナが4から6になるだけなので、多分あれだね、50か35かみたいな感じのキャラなので、他のやつを多分解放した方が効率いいかなとは思うので、そうだね、コリスちゃんかな、やっぱコリスかジャベ、あでもジャベも試合経験点なので、アンドロメダ次第だな、アンドロメダ次第、いやでも40には早めにこの子したい感じですね、得意練習が 20% 上がってって感じなので、この子大事かもしれない、はいって感じでございました。で、まあ、早速ねアンドロメダもろもろいきたいので頑張りましょう。で、海岸と、能力割り振りメカと、前後の表示がついに出そうになりました。海岸ここに思いっきり頭のど真ん中に来るんですね、ひょこんと、まあ、最終画面でもできますよと、最終画面の方がいいのかな、でももうあれだもんね、やり直し効かないから結構計算がむずいと思うけど、ちょい手前ぐらいの方がいいのかな、はい、この辺で200の中から振り分けていくって感じですね。で引き直していきます、引き直しが2回、金属1個なのかな、金属2個だと思ってたね、書いてない、個数書いてないから、もしかしたらあっちでは書いてあったような気がしたんだけど、まあちょっとやっ、あで2回って書いてあるわ、そうだよ、引き直しじゃないもんね、ここ引き直しはこっちだもんね、うん、2個取れるということで、やばい。で、能力割り振りメカ、これが何、査定最大値出してくれるのかなっていうふうに勝手に思ったんですけど、お任せなんだ、あーいらないかななんかまだ査定とかよくわかんないっていう人はもしかしたらこっち使った方がいいかもしんないんですけど、うーん、チェッカーの方がいいような気がする、最大値っていうところだと保証するものではございません、あのデッキのお任せみたいな感じに近いし、それでアイテムを
何1個使っちゃうっていうことだったら使わない方がいいかなっていう感じですね、はい、で前後になって表示が待って角栓とこがなんか被ってるっぽいのでなんか消えたり出たりをなんか繰り返す感じになるっぽいですね。はい、そんな感じです。でまあいろいろ来てますって感じですね。あーで迎春ここ表示が出まして加藤さんですね。加藤さんがスイープのドクター K の軟化上限、あ、ミートコントロールですね、角田的な。まあでもアンドロメダ特攻の可能性が高いのでやっぱりそこでどう影響するかっていう感じだとは思いますね。上限自体は別にヒント2個あるわけでもないし、うん、まあ普通といえばまあ今だったら普通かなって感じなので、そのアンドロメダに対してどういうなんか性能を持ってくれるのかっていうのがまあ一番重要なのかなって感じだと思います。あでミッキーアドスミッキーがもらいます。でハゲゾですね。まあとりあえず集めたい、なんか強い、あイベントパワー960もあるから経験点めっちゃもらえるかもしれないですね。強そう、楽しみでござる。おめでとうございます。はい、まあもろもろ来てますね、いっぱい。でまだ年末もクリスマスも残ってますし、クリスマスはもうなんかボックスじゃねえや、あの図鑑がねサナちゃん空いてるっぽいので、ほぼサナちゃんで確定なんじゃないかっていうお話でございました、うん、以上でございます。で年末も来てね、年末誰来んだろうね。アンドロメダ関連なのかな。アンドロメダの多分決勝まで行った時になんかちょっとヒントっぽいのがいるかも。オクタビアみたいな感じで、まあ、出てきてるかもしれないのでちょっとサクセスプレイして、うん、探っていきたいと思いますって感じで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。アンドロメダ頑張ります。皆さんピースな